くない？え、かわいそう。え、かわいそうとかどういうこと？なんで私だけ知らないの？知らない。えー、ちょっと今度問いただそう。うん、マジか。聞いた方がいいよ。うん、聞いてみるわ。あ、そういえばさ、この間誕生日あったじゃん、私の、うん、その時、たくみ先輩にこれもらったんだ。え、それたくみ先輩もらったんだ。そう、かわいくない？めっちゃお気に入りなんだよね。え、っていうかさ、そらちゃんとたくみ先輩ってそういう感じなの？いやー、ないでしょ。ないないない。いや、別に付き合ってもないからね。っていうかイケメンって別にタイプじゃないし。あ、え、ごめん今蹴っちゃったよね。大丈夫？いや大丈夫大丈夫。痛くなかったから。そっか。っていうかさ、私もこの間バイトでちょっとへこむことがあったんだけど、たくみ先輩が心配してジュースを持ってくれたんだ。なんかみんなに優しいけどさ、私にはちょっと特別なとこあるのかなみたいな。へー、そうなんだ。うん。あ、ごめん飛んだ。え？あ、ごめん飛んじゃった。あ、レモンか。そうそうそう。あ、ごめん、全然大丈夫だね。全然平気。あ、そうだ、ケーキでも食べる？え、ケーキあるの？うん、食べる食べる。確かこの店そうあったあった。え、食べたい。すいません。はい。あ、ここってケーキありましたよね。ございますよ。甘いもの2種類ございます。何と何がありますか？バナナのケーキと、あとイチゴのショートタルト、はい、あ、じゃあバナナ2つかしこまりました、はい、あ、すぐ出してもらって。全然かしこまりました。お願いします、はい。いやでもさ、この間飲み会あったじゃん、うん、あの時っていうか私あんまお酒っていうか強くないじゃん、うんうん、だからちょっと飲んだ時もすごいボーっときちゃって、うん、そしたらたくみ先輩が「へそらちゃん大丈夫？顔真っ赤だよ」とかすごい心配してくれて、そうめっちゃ優しいと思ってたらさ、うん、もういいよ家まで送ってあげるよって送ってくれて、あ、優しい。そう、自転車2人でめっちゃ優しいよね。2人乗りってこと？そう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 。優しい。え、ね、大丈夫？え、大丈夫？大丈夫。はい、お待たせしました。あ、 ありがとうございます。はい、あ、めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。お待たせしました。ね、すごくない？焦げ目。ね、焦げ目、美味しそう。美味しそう。バナナ、いただきます。あ、たくみ先輩から電話だ。もしもし。はい。え、これからですか？はい。あ、全然大丈夫ですよ。はい、どうせ大したことしてなかったんで。すいません。はい。はい、はい、食べてもらっていいですか？わかりました。はい。はい。あ、すぐ行きます。